川越の架け橋のコーナーです。このコーナーは世界各国と川越をつないで現地の様子を届けてもらうお時間です。本日も韓国と中継がつながっております。キヨさん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は今このモニターで見てる感じ、そちらもお天気良さそうですけど、天気いいですか？そうですね、はい、少し雲が多いですけど、はい、よく、はい、晴れていて、うん、今気温が21度ぐらい当地はあります。暖かいですね。今日の川越の気温が最高気温26度なんで、もしかしたら日本の方がちょっと暑めかもしれないですね。そうですね。はい。で、日本はですね、先日ゴールデンウィークといって、大型連休があったんですけれども、はい、今日のテーマは、まあ、日本のゴールデンウィークのように韓国でも大型連休はあるのかっていうことで、ちょっとお話を聞いていこうかと思います。はい、はい、連休のお話をする前に、はい、韓国に、どのぐらいの、お休みがあるかということからお話ししようと思うんですが、はい、韓国は、法律で定められた、いわゆる、祝日ですね、はい、それが、1年に15日あります、うん、その15日のうち、はい、15日のうち、旧正月 と、うん、その前後1日の合わせて3日間、はい、それから、旧盆ですね、旧暦の8月15日 と、その前後1日の合わせて3日間、この、それぞれ3連休が、ありまして、はい、それ以外の、残りの9日が、まあ、普通の休みというか、休日になってます。それがばらけて、はいはい、はい、いるので、うん、なかなか、この旧正月、それから、旧盆ですか、はい、その時以外の連休っていうのはなかなか作りにくいです。だからその意味で日本のような大型連休っていうのは基本的にはないです。そうなんですね。まあ前回のね、架け橋の時に、まあ、お正月が長いんだよっていう、旧正月も含めて、1月とか年始のお休みが長いっていう話は聞いたんですけど、はい、そうなんですね。ゴールデンウィークってなんとなくこう全部のところであるのかなって思ったりしてたので、あ、ないもんなんですね。ただし、うん、先ほど申し上げた通り、旧暦で定めているので、はい、年によっていつ頃が休みになるかっていうのは変わるわけですね。あー、なるほど。例えば、はい、旧盆ですと、はいはいはい、だいたい9月の中旬から10月の上旬ぐらいの間で、はいはい、年ごとに変わっていくんですが、はい、それとは別に、韓国は10月3日、それから10月9日が、はい、国民の祝日になっています。それは毎年なっているので、ちょうどそこに、旧盆の連休がかかったりすると、なるほど、ものすごく長い連休になることがありますね。あとは、うん、そうでなくても、まあ、自分で有給休暇を取って自ら、うんうん、大型連休を作るという人もたくさんいます。日本、そこはじゃあちょっと日本のゴールデンウィークに似た感じですかね。やっぱり日本のゴールデンウィークも間に平日が入ることが多いので、やっぱりそこを皆さん有給とかね使ったりとかして、はい、休みにして、ね、まあ、大型連休っていう感じで、うん、まあ、実際普通に暦通りこう暮らしてる方とかだと、まあ、前半後半みたいに分かれたりするんですけど、まあ、そこをどうせだったら一緒に休み取って長い休みにしてどっか行こうかなっていう方が多いっていうのは似てますね。そうですね、はい、なるほど。いや、皆さんどうなんですかね、このゴールデンウィークで韓国行かれた方とかも、もしかしたらリスナーの中にはいるかもしれないんですけれども、韓
国のそのいわゆる大型連休とか取るとこう何をするイメージが多いですか？日本とかだとやっぱり遊びに行くみたいなイメージが結構多い気がするんですけど、あの旧正月と、はい、旧盆は、うん、あの基本的には、家族それから親戚が一同集まって、はいはい、お祝いをするというのが、うん、あの昔からの習わしになっているんですけど、まあ、最近ですと若い人を中心にやはりあの旅行に出かけたりあのする人も多いですね。うん、何かその大型連休その旧盆とかの時に これをやったりするよみたいなことありますか？日本とかだとちょうど5月5日のこのゴールデンウィークに子どもの日がかぶってて、まあ、その子どもの日のイベントをこうやったりするのが多いかなと思うんですけど、実はあの、はい、韓国も5月5日は子どもの日なんです。あ、そうなんですね。子どもの日で、あの国民の祝日になってます。はいはいはい、でなのであの5月5日はあの子どもの、 あのためのイベントがやはり韓国でも多く、はい、開かれますね。はい、何かこうモチーフ的なものとかあったりしますか？なんか日本だと最近やっぱり大谷選手が兜かぶってたりしてこう世界的にもねあの有名になったあの兜とか、まあ、あとは鯉のぼりとかがあったりするんですけど、そういうものは、今すぐはパッと思い立ちませんけど、日本の子供と同じようにいろいろなキャラクターグッズを、うん、見つけたりあの、そうやって楽しんで、あの小さい特に小さい子供ですけど、はい、楽しんでもらう。そっか、韓国にもちょっと子供の日があるっていうのを知れてちょっと面白かったですね。さあ、じゃあ今日のちょっと韓国語を一つ教えていただこうかと思うんですが、今日の韓国語は何でしょうか？今日も、2つ用意しました。はい、ありがとうございます。今日は、休み、はい、連休という話なので、まあ、もうそのまんまちょっと韓国、連休の韓国語で、そう、あ、ヨニュで、なんかちょっと似てますね、響きが。連休、これはあの連休、漢字で連休と書いたものを、はい、そのまま韓国語読みしたもの。あ、なるほど、漢字で書いたやつが、はい、韓国語になってるから余乳ってあのちょっと似てる連休みたいな感じになってるんですね。へえ、面白い、ありがとうございます。よし、書けた。もう一つは、はい、その時々やってくる大型連休ですね、はい、何年間に一度やってくる、はい、そういうのを指して韓国語にすごい、 今ですね、ちょっとモニターにはですねカタカナ と、ハングルと漢字も書いていただいてるんですけど、すごいですよ、なんかあの、まあ、ゴールデンウィークだなっていう感じです。黄金連休って書いてあります。はい、これをそのまま韓国語読みた、ファングムヨニュ、ファングム、ファングムヨニュ、すごい勉強になりました。あ、なんかちょっと語源とかも調べると面白いですね。はい、いや今日もなんかいろいろお話聞けて楽しかったです。ありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。はい、キヨさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ皆さんね、大型連休、ちょっと韓国に大型連休はなくて、あのゴールデンウィークっていうのではないらしいんですけれども、ちょっとね黄金連休って読むのはすごい面白かったなと思いました。そしてね、ちょっとね韓国も子どもの日があるっていうことで勉強になりました。さあちょっとね、また次回の川越の架け橋のコーナーも楽しみにしていてください。それではここで1曲お届けいたします。コープラスで恋の魔力。